あと高見さんの赤髪はちょっと評判悪いみたいですけど、川栄さんの金髪はどういう風に言われると思います？これですか？これも多分評判悪いと思うんですけど、まあでもこれはウィッグなので、はい。自分では似合ってると思います？いや思わないですね。なんか最初ちょっとコントかなみたいな、コントするのかなみたいな感じの雰囲気はちょっとあったんですけど。第19歳？はい、19歳です。掛け算2段。全部できて拍手もらってちゃいかん。まあでもそこはあの言ってた通り、恋愛をしてから、うん、頭が良くなるんじゃないかなと思います。薬膳師？あ、はい、薬膳コーディネーター、うん、ね、取れちゃったんだよね、資格は、はい、あれがめちゃくちゃ簡単ってことじゃないんでしょ？いや違う、あの勉強してればって勉強ですれば取れますよって、うん、例えばどんな勉強したんですか？どんな勉強？でもひたすらテキストを見て覚えました、うん、でも結構暗記力はいい方なので、うん、はい、あ、そう、さっきも暗記の方が結構できてますね、はい、でもすぐ忘れちゃうのでこれ結構積み重ねていかないと、うん、はい、掛け算は暗記じゃないんですか？暗記じゃないですね、計算なので薬膳コーディネーターの資格には区はいらないんですか？クはいらないです。なのでクックできない方はぜひ薬膳コーディネーターで数字とか出てこないんですか？出てこないですもう一切、はい、難しい漢字とか出てこないですか？あ、漢字は出てきます。それは周りの人に教えてもらったりして振り仮名を振ったりしました。いろんな薬の効能とか薬っていうわけじゃないんですけど、うん、そのなんだろう、薬膳料理を自分でその体調に合わせて健康に気を使って作れたりとかそういうこと。例えば風邪とかひいた時にはどんなものがいいんですか？風邪ですか、はい、風邪薬おすすめしますけど